はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。gg.com ですね、3日19時24分に出た記事ですね。賠償金の供託手続き開始、元徴用工問題で韓国政府ということでございまして、読みましょう。韓国外務省は3日、日韓間の懸案となってきた元徴用工訴訟問題をめぐり、政府傘下の財団が韓国政府の解決策を受け入れていない原告への賠償金相当額を裁判所に供託する手続きを開始したと発表した。原告らが相当額を受け取れば、被告の日本企業の債務は消滅することになり、韓国政府は解決策履行に向け手続きを進めた格好だ。最高裁判、韓国最高裁で勝訴が確定している原告15人のうち、存命の原告1人と10人の遺族は、日本企業の賠償金を政府傘下の日程強制動員被害者支援財団が肩代わりする解決策を受け入れ、賠償金相当額などを受け取った。一方、遺族を含め4人の原告が受け取りを拒否している。同省は対象の被害者遺族はいつでも賠償金相当額の解決判決金を受領することができるとしており、説得を続ける方針だ。政府の発表を受け、3日記者会見した法代理人弁護士は、供託手続きは不法で不当な措置だと強調、供託手続きは無効であることを確認するための訴訟を起こす考えを示唆したと。まあ起こすんでしょうけどね。そうですね。4人、遺族を含めて4人の原告ですね、が受け取らないと言ってるん で、その分を供託すると。で、供託をするとですね、この人たちのですね、あれですね、日本企業に対する請求権は消滅するという解釈なんですけど、まあ、消滅しないと言ってる人もいるわけであって、まあ、ようわからんということですね。おいでね、お隣さんってね、法治国家ちゃうでしょ。そうしたらこうやって一旦解決したに見えたのもですね、後で蒸し返すんです、あいつらって。だってね、日本とね、向こうの政府がね、外務大臣が握手して、じゃあこれで決まったって決めたことをですね、大統領が変わったら、あれは手続きは合ってなかったから無効やって言ってるわけです。で、現に無効にしてしまったんですよ。そういう国をね、相手にしてるわけであってね、その時の外務大臣、ちなみに岸田んですよ。そんな国を相手にしてる。で、岸田2回騙されてるんですよ、その時と、その、もうその前のですね、あの佐渡島のですね、無形なんたらっていうね、そこ資産か、なんかを登録するのも文句言わへんって言われていたのに文句言われたわけですね。2回騙されてるんですよ。2回騙されてるのに懲りたいですね、岸田。3回目また騙されたわけですよ。ほんまに。まあ、この前のね、日韓通貨スワップ。あんな別に結ばんでええやんと。いや、あんな結ばんでええやん。ほいで、あとホワイト国にですね、戻さんでええやんというのをですね、バイデンに言われてですね、はいはいってやってるわけですよ。アホですね、ほんまに。もう、岸田ね、それだけでもね、あかん総理ですね。まあまあ、いいんですけど。でね、今、ユン・ソンニョルさんは、この問題に対してはですね、まあ、冷静客観的にですね、解決しようぜというふうに動いてきたわけですね。で、ところが、ですね、4年後にまた大統領選挙があってですね、これでですね、あれですね、左派の大統領、今はイ・ジェミョンさんがですね、党首ですけど、まあ、彼はそのうち逮捕されると思うんで、それに代わる誰かがですね、大統領になったらですね、あれは無効やっていう可能性は十分にあるんですよ。
そこでまた日韓関係がフェーンってこう晴れ晴れにするわけですけど、もうそんなことをずっとやり続けてるわけなんですね。だからもう約束を、まあ、約束は守られない、条約は守られない、全くの非常識ですね、という連中が我々の隣人なわけでしてですね、思うんですけど、これね、あのね、なんでね、こうに日本製鉄もですね、三菱重工もとっととあの国から引き上げていないんでしょうね。下手にあの国で資産を持ってたからということで、こうやって差し押さえられてるわけですよ。ほんまに。まあね、で裁判に引っ張り出されてるわけですよ。もうだから付き合わへんかったらええねん。で、死者儲かへんかったらええねん。そうしたらね、現役被告にならないんですから、で下手に行くさかやがんね、だからね、あの何が起こるかわからん、なぜ法治国家ちゃいますからね、だから今、お供えさんに死者とか置いてる、法人登記してるのは全部引き上げてきたらいいんですよ、で一切アセットを持たないということにしとけばですね、こういうしょうもない裁判の被告になることはないわけですね。うん、それをのこのこ出ていってですね、みんなで一緒に商売しようとかってやってたらあかんねん、ほんまに。大体の企業はね、もう分かってるんでね、直接商売しないところが多いんですけど、まあ、なんかね、こうやって視野を置いてるから引っ張り出されて、有罪というか、敗訴してしまうわけですね。でこれね、まだこう段階があってね、供託をしたということはですね、請求権が消滅したということになればですね、差し押さえられている資産があるわけですね。その差し押さえが解除されるはずなんですけども、差し押さえが解除されてやっと一段落というところなんですけど、まあ、それでも分かりませんよ、大統領変わったら、なんていうか、約束とか条約とかに関する感覚はですね、日本人とは全然違うわけであって、こんなもん都合によっては保護にしてもええんやってぐらいに思ってる人なんですね。で、場合によってはですね、本当にないことを言いまくってもええんやと思ってる連中なんですね。だからですね、こんなん今こうなっていてもですね、4年後には全く違う様子だって、あれあの時のあれは何やったみたいになってる可能性が ありますね。もう何が起こっても不思議ではない。我々の感覚から見てですね、そんなことあんのみたいなことが四六時中起こってるというのはですね、あの国だって、見てる分には面白いでしょ、見てる分には面白いけど、こうやって日本企業が被害に遭うのはですね、日本企業にとっては面白くないでしょうね。あと弁護士費用もかかってるわけでしょ、アホやんこれ、ほんまに行かへんかったらええねほんま、そもそもその行くからね、訴えられるわけでしょ。お隣さんの国内から日本の企業を訴えるということは理論的にできませんからね。まあ、普通はできないですけど、まあ、あの国がやるかも分かりませんけどね。まあでも余計なことですよ、本当に。もうだから全員引き上げたらいいね。何が起こるか分かる、だいたい法律で守られていないわけですからね。約束守らないわけですからね、どんなことが起こっても不思議がないわけですね。だからいつも言うのは最低限のお付き合いですね。物の売り買いはいいけどもですね、アセットは一切置かないと、で死者も置かないと、なるべく人も置かないと、でないとですね、産経新聞の加藤さんみたいにですね、ちょっとしたことなんか全然わけわからんことでですね、出国禁止とかなって、長い裁判やったりしなあかんわけですよ。特に加藤さんという方は言ったらあきませんよ。みんなね、加藤清正の親戚やと思われるんですよ。向こうで加藤清正って超悪者なんですよ。豊臣秀吉の時代にね、攻めてた武将の一人が加藤清正なんですけど、朝鮮半島ではですね、ものすごい悪者ですからね。で加藤っていうだけでですね、相手親戚なんちゃうかと思われる。もうえらい迷惑ですよね。加藤さんは絶対行ったらあかん、まあ、加藤さんでなくってもですね、行ったらあかんと私は思いますけどね。まあ、この問題まだですね、解決したとは言い難いと私は思います。で日本とその関係もですね、マイナス100やったんが今マイナス98ぐらいです。とも根本的には解決していないし、これからですね、マイナス98が100にも120にも500にもですね、戻ることはですね、十分にあり得る。なんといっても日本の常識やですね、ルール
ではですね、測りきれないところがいっぱいある連中なんでですね、何が起こるかわからんと私は思いますけどね、もうだからこれでですね解決やとかって思わん方がいいと私は思いますよ。当事者ちゃうからどうでもいいちゃどうでもいいですけどね、はい、一応この時事.comのですねページを貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。